サイトビーは射精ハイパースペクトルイメージングシステムは、幅広いナノマテリアルの光学観察とスペクトル解析を可能にします。HSI はナノスケール研究サポート用にカスタマイズされたシステムですが、バイオメディカルリサーチ分野にも広く利用することができます。 HSI はケーラー照明法とクリティカル照明法を併用する HRA 光学顕微鏡用ナノイメージングアダプターにより SN 比を大幅に改善、高コントラストを実現したことで、前処理の必要なく非蛍光資料を鮮明に映し出すことができます。この優れた SN 比により、HSI の検出性能は、一般的な暗視や顕微鏡観察に比して約80倍となっています。また、可視近赤外スペクトル域を利用しており、ナノドラッグデリバリーや毒性数値の研究分野をサポートします。このスペクトル分析方法は、ナノ材料と、性細胞内の非蛍光と蛍光標識した成分の両方に対応します。HSI の画像化分光高度計は、周差補正された凸面ホログラフィック解説光子を含んでいます。400から1000ナノメートルのスペクトル域を利用し、顕微鏡から分析に必要なスペクトルだけを取り込むことができます。解析ソフトは、ITT ビジュアルインフォメーションソリューションズ社の ENVI 画像解析ソフトを、顕微鏡アプリケーション用にカスタマイズ。データ集計やレポート機能も兼ね備えた操作しやすい仕様になっており、任意のエリアから1ピクセルごとまでのスペクトル解析が可能です。さらに、特定の成分や変則性のあるサンプルから、任意のスペクトルの抽出や、あらかじめ取得したナノ粒子の分光情報から、サンプル内でのナノ粒子分布イメージングの取得もできます。HSI のデモは随時開催しております。詳しくは日本レーザーまでお問い合わせください。